元気玉が飛び出てきた。君が頑張るよって話やろ。上手やった。すごい。俺もあの赤ちゃんが気になって、ほらなんていうの、掛け声が出されへん。こっちに集中してや。俺の足元痛っ。おい、あ、ごめん。あんたが練習した方がええんちゃう。この間がちゃんと5回ぐらい私の調子が良かったから。そうやろ、ひなっちゃんちゃうやん。せーの、はい、おい、おい、おい。いいカロリー消費になるやん。ちゃんうまいな。うまいや。うん。もう息が切れてきたら絶対だ。ちゃんと狙ってんのかな。ちゃんと分かってると思うよ。あ、狙わんとそんな何回もそっち行かへんね。最初はすごかったけど、急になんかドッジボールみたいになったらさ、ドンって。高速球が飛んできたりするんだけど、あ、なんか後ろでホースで。ボールが、あ、なんかもうガチャガチャして、どっから持ってきたんやろ。偉いなあ。ハンネルみたいな。いや、今のはっていつもやん。もう、ご老体。いや、笑ってるけどって思ってんねん。おい。なあ、そんな非現実的な声が出せて。はい、はい、もうさ、あんたの方を諦めたらキャッチして投げたらいいじゃん。なんか悪いがしないんやって。あんたバレー部ちゃうやん。はい、そうそうそう、おい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 。どさくさにあぐれて受け取った私にふやふや。もうええわ。せやな、限界。傍から見たらなんか一人で一人で。はい、終わったよ。チビゴン、これあれやな、ホース裏持っていったら裏一緒に入りそうやな。もんやな。
ごいよね。千夏がこう組んでくれるのが偉いよね。千夏が組んでくれる。あ、私の思い。うん、そうそうそう。誰が偉いって完全に千夏やむにゅあの人やんか。よし、もう限界や。俺次の作業行っていいかな。私明日休みやから今日やってって言った。うん、今度は次の日仕事ができない。なるほどな。変えてみたら。いい時はな、ついて見えて帰るんやけどな。帰るかな。コースがない時やろ。そう。あんたそれ自分で踏んだら歯取れるで。こら、こらこらこら、こら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 。めっちゃ離れてるで。こっちしか見てない。これあんたが持ったらいい。いたよ。はぁ言うてるよ。こけた。動かさな、ほら。動かさな、動かさな。遠いわ。はい。